エンゼルスは1日日本時間2日、ジョー・アデル外野手を60日間の負傷者リストに入れたと発表。シーズン中の復帰は絶望的となった。アデルは7月8日日本時間9日、敵地ドジャース戦に4番レフトで先発出場したものの、初回に空振り三振に倒れた後、左脇腹の違和感で途中交代となった。その後10日間の IL 入りが発表されていた。突然現れ突然消えていった。早く打っとけばよかったのに。もともと絶望なのでセーフ。アデルの脇腹痛め。エンゼルス脇腹痛めるやつ多すぎんか？もともと絶望やろ、これ枠開けるためか。傷だらけの天使たち。持ってない男。結局アデルはあるべきところに収束していったね。アデルよ、オリックスに来い。いらんやろ。守備の不安でかすぎ。自信満々で復帰した後も守備が相変わらずだった。怪我人多すぎやろこのチーム。さらにキャニング IL 入り、モニアック怪我やで。キャニング行ったの？マジ？モニアック足痛めたんか、スターティングメンバーにおるけど大丈夫なんか、裏方は仕事してんのかね。こんだけ多いとトレーナーやチームドクターになんか問題あるんじゃないかと勘ぐってしまうわ。普通こんなに怪我人いるものなのか？他から放出されたリリーフ拾ったらしいけど使えるか不明やね。ワイルドカード奇跡的に残れてもプレイオフを勝ち抜けるチームじゃないな。エンゼルスのは補強っていうより、怪我人続出で空いた穴を埋めるだけの補充って感じ。しかも穴埋めたと思ったらさらに怪我人続出。そりゃ大谷は爪割れようが痙攣しようが休めなくなるよな。ちょっと多すぎるな。逆に大谷がなんで元気なのかマジで不思議。みんな大谷の真似しようとして変に無理して壊れてるんちゃうの？村上ですらあの WBC の一瞬の絡みで調子崩したし、意識高いやつほど打者戦なのに二刀流に負けてられるか精神で無理しそう。アデルとか日本来ても変化球に全然対応できなさそう。脳筋系はダメよな。こいつはアホみたいに筋トレしすぎ。ビルダーかよ。大谷さん見習って野球のこと考えて筋トレしろ。